韓国人もびっくり？大手新聞各紙、反日は終わり。今、お隣の国韓国では反日は終わりという意見が増えているのをご存知ですか？驚いたことに、韓国主要新聞の一つ中央日報や同じく保守的とされている朝鮮日報でさえも反日を反省するという記事を大きく報じたというのです。反日一辺倒だった大手メディアである新聞がこのような記事を載せるなんて、今までの韓国では考えられなかったことです。あれだけ反日運動してきて、さらにはノージャパンだと叫んで不買運動してきた国の意見だとは信じられないですよね。このような新たな流れになったのには、ユン・ソンニョル大統領の取った政策が大きく関係しているようです。確かに韓国でも若い世代の中には、反日なんて前の時代で終わりにしたい、新しい自分たちの時代には日本のアニメや音楽を楽しんだり自由に楽しみたい、という意見を持った人もいます。ただそれ以外のほとんどの人は、古くからの日本に対して恨みや憎しみを持っている世代です。子供の頃から徹底してマインドコントロールのように反日を植え付けられた人たちが、そう簡単に反日は終わったなんて信じているとは到底思えませんよね。ではなぜ韓国はこれまでお家芸とまで言われた反日を反省することになったのでしょうか。早速見ていきましょう。これまでの日韓関係はどんどん悪くなる一方でした。その大きな原因の一つが、皆さんご存知の従軍慰安婦問題と徴用工問題。そもそも従軍慰安婦問題は2015年に一度は日韓の間で合意、その後日本側が10億円を支払うことで二度と蒸し返さないと約束をしました。しかし大統領がムン・ジェイン氏に代わると、その日本の行いは無効として、何度も蒸し返しては謝罪と賠償を求めてきました。また徴用工問題でも、1965年の日韓請求権協定で日本から無償で3億ドル、有償で2億ドルを受け取り解決としました。しかし韓国は急に個人の請求権は消失していないというへりくつを言い出して、日本企業を相手に賠償を求める訴訟をしてきました。韓国メディアはその度に偏った反日を大きく報道して、韓国国民に日本は悪い国であるとアピールしてきました。それによって韓国国民のほとんどが日本に悪意や反感を持つことが当たり前という感情をさらに大きく持つようになり、何もかもが日本のせい、日本は私たちにもっとお金を払うべきだと考えるようになってきたのです。そして2018年には日本が貿易上の優遇措置を受けられるホワイト国から韓国を除外したことで、日韓の対立はより深刻なものになりました。そもそもこの日本の措置は韓国から違法輸出が増えていることが原因でした。日本側が何度もそのことに対して協議を求めていたのにもかかわらず、韓国側が無視をし続けていたことについに日本が動いたのです。当然優遇措置を止めるというだけで貿易をしないということではありませんでした。しかし韓国政府は日本の措置を不当だと不満をあらわにし、日本との軍事情報包括保護協定を見直すなどと脅しをかけてきました。そしてついに当時のムン政権はノージャパン、反日不買という政策を打ち出してきたのです。この政策に反日大好きな韓国人が乗ってこないわけがありません。彼らはノージャパンステッカーや横断幕をわざわざ制作して配布し、日本を擁護する人を集団攻撃していきました。またネット上では日本製の車や服、家電製品などに火をつけて燃やしたり破壊したりする動画がいくつも投稿され続けました。日本旅行をキャンセルしましたという証拠写真を SNS に投稿し、自分がいかに不買運動に貢献しているかを自慢する人も多くいました。さらにスーパーなどでは、日本製品は置いていませんという張り紙で不買運動を徹底アピール。当然韓国メディアもこのノージャパンに乗り遅れまいと
このことを大きく報道していきます。まだまだごく一部の人でしか行われていなかった不買運動を助長させようとたくさんの人が参加していると嘘の報道したという話もあります。当時のムン大統領はその状況を見て英雄気取りだったというのですから呆れたものですよね。このようにして最近まで日韓関係はどんどん悪くなっていったのです。しかしなんとその反日を呼び続けていた韓国に今大きな変化が生まれています。2023年3月、韓国のユン・ソンニョル大統領は日本を訪れ岸田総理大臣と会談。その後の閣議で韓国社会には反日を叫びながら政治的利益を取ろうという勢力がいると言及しました。そして日本は数十回も反省と謝罪を表明していると反日を政治利用しないよう呼びかけたのです。その後の4月24日に報じられたアメリカのワシントンポストとのインタビューでは反日関係の正常化に絡み、100年前のことで日本に対して無条件にダメだとか無条件でひざまずけということは受け入れられない、日韓はドイツとフランスのように和解するべきだなどと述べました。また歴史問題が完全に整理されなければ未来志向に向け一歩も踏み出すことができないという認識から抜け出さなければならないとも述べています。当然のことながらユン大統領が親日政策を取り始めた理由はただ親日派だからというだけではありません。韓国のお隣の北朝鮮や中国の動向は韓国国民にとって日々脅威を感じていることです。この脅威に対して韓国は日本との外交改善や安全保障は必要不可欠なものです。また韓国経済がどんどん悪くなる理由として韓国人の反日感情が大きく影響を与えています。この経済を立て直すためにも日本との関係の改善はなくてはならないもの。今の韓国にとっては親日政策は国益として最重視するという理由があるのです。そのような中、約2ヶ月後の5月には岸田総理大臣が就任後初めて韓国を訪問することでこれまでストップと再開を繰り返してきたシャトル外交が12年ぶりに復活しました。シャトル外交とは日本の首相と韓国の大統領が年に1回相互訪問をすることで訪問の中で両国間の課題を話し合おうというものになります。2023年の3月から5月、日韓両国がこの2ヶ月のうちにお互いの国を訪問し合いシャトル外交を行いました。5月にあったソウルでの会談後、日韓両首脳による共同会見では岸田総理大臣が元徴用工問題についてこのように述べています。当時とても厳しい環境の中で多数の方々が大変苦しい思いをし悲しい思いをしたことに心が痛むと述べ、歴代の首相と意見は変わらないとしながらも相手のことを意識して当時の厳しい境遇に苦しまれたことへ心を寄せるような発言もありました。元徴用工問題、慰安婦問題、輸出管理上の優遇措置となるホワイト国から韓国を3年以上にわたり除外するなど日韓関係はここ数年で戦後最悪と言われるまでになっていました。それなのにこの時の共同会見では険悪なムードとは正反対なムードになったというのです。この岸田総理大臣の歴史認識を強調しつつも心が痛むというコメントを韓国メディアは一斉に取り上げました。日韓両国が直面している問題を乗り越えて新しい未来に続く道を切り開くのではないかと関係改善にアピールしたのです。今までにはない日韓関係の改善を加速化していく流れが注目されました。韓国の大手メディアはこれまでの反日報道から一変してユン大統領が反日であったことを反省すると述べたとして次々に記事になりました。韓国の主要新聞である朝鮮日報は何が何でも反日にノー、韓国で興行不振続く抗日映画と題する記事を掲載。これまで韓国国民に大人気だった反日映画に韓国鳥が鳴いているというのです。また中央日報には真の独立を拒む対日被害者意識と題する高麗大学政治外交学科パク・ホンギュ教授の
これまでの偏った反日を反省して日本を受け入れようという寄稿が掲載されています。さらに事前の約束もなく東京電力を訪れた韓国民主党議員が道路で横断幕を広げて記者会見をしたことに対して見苦しい訪日政治ショーだという批判の記事も載せられました。朝鮮日報も中央日報もともにこれまで散々日本叩きを展開してきた韓国の主要メディアです。そんなメディアが反日を反省するような記事をここに来て掲載しだしたのはかなりの大きな変化と言えるでしょう。しかしこれまで何度も痛烈な日本批判を繰り返していたメディアが急に手のひらを返したところで国民の気持ちはそう簡単に動くものではありませんよね。実際このような急な方向転換に対し韓国の国民たちはどのように思っているのでしょうか。実際これら主要メディアによる報道以降韓国国民の日本への感情が和らぎ雰囲気が変わり始めているそうなのです。良識のある韓国人たちがこれまで日本に対して謝罪しろとか金を出せと繰り返していたことが恥ずかしいと発言し始めました。そして韓国政府に言いなりの大手メディアは今の政府の動きから判断してそのような発言を取り上げ始めたことで韓国市民にもそんな意見に流される人が増えていったのです。今では韓国ではこれまでのノージャパンとは正反対のイエスジャパンやゴージャパンという現象が起きています。日本語を話し日本のアニメや音楽などの文化に友好的な若者たちが増えさらには日本を訪れる観光客もどんどん増えています。2023年に日本を訪れた韓国人の数は約700万人とも言われコロナの影響もあって落ち込んでいた前年の約2万人という数を大きく上回りました。韓国では空前の日本旅行ブームが起きているのです。韓国ではムン・ジェイン元大統領の取った反日政策が韓国社会を崩壊させたということが今や注目の一致となっています。それに対して親日で知られるユン大統領が取った日米韓協力体制がムン政権が壊した社会を再生しつつあると言われています。とはいえ少し前までノージャパンと騒いでいた韓国国民政権が変わった途端に躍起になって反日運動していた途端手のひらを返したように親日になるものなのでしょうか。国民のほとんどが反日教育を受けてきた国民です。ユン政権の急な方向転換を受け入れられず呆れている国民も少なくはないようなのです。私は日本が悪い国だと学校で教えられてきたんだ。今さら友好的になんてなれるわけがないよ。ユン大統領は韓国を滅ぼすつもりだ。謝罪と賠償もできない国に従おうとしているんだ。また次の大統領になれば元の反日に戻るに決まっているよ。日本が悪いに決まっている。ずっと私たち韓国人にお金を払い続けることが日本人にできる謝罪の形なんだ。などと呆れているのは韓国国民だけではありません。ユン政権に見切りをつけた途端に慣れ親しんだ反日運動に元通りになるのではという疑問は世界中の人が思っていることのようです。話ができる政権になってよかったんじゃないかな。またトップが変われば手のひら返しで元に戻るんじゃない。この国はそのくらいは普通にありそうだ。同じ考えの大統領が後に続くよう祈るばかりだ。こんなに急にひっくり返るものか。裏には経済的見返りやどこかから圧力でもかかったような不穏な空気も感じるのだが真相はどうなんだろう。日本のアニメやコミック音楽などに敏感な世代からしたら反日をやめますというのも自然なことだと思うよ。それに日本からしたら韓国とはもともと別にそこまで分かり合う必要もないような気がする。日本のアニメ文化などの優れたコンテンツ文化を称えるというよりは羨ましいといういわば執念のような気持ちで見ているのではと疑ってしまう。私たちヨーロッパでは政治問題と文化の問題とはできるだけ切り離す考えだが世界の中にはまだそう割り切れない国もあるようだね。ダダをこねていた子供の機嫌が良くなっただけでまた都合が悪くなれば日本のせいにするんじゃない。世界の国々もこのようなあまりにも急な韓国の手のひら返しに呆れています。今まで散々日本に対してやりたい放題してきたのですから
他の国が呆れるのも無理はありませんよね。日本が好きなのか、それとも相変わらず反日感情が抜けないのか、このようにすぐに手のひらを返していたら、日本だけではなく世界からの信用も失っていくことでしょう。韓国には今一度自分たちの行いについて振り返ってみてほしいところです。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。